1958年から2019年の大気12酸化炭素濃度キーリング曲線とは、1958年から現在までのハワイ島マウナロア観測所の連続観測をもとに、地球大気中の二酸化炭素の蓄積をグラフ化したものである。この曲線は観測プログラムを開始し、2005年に亡くなるまで監視していた科学者、チャールズ・デイビッド・キーリングにちなんで名付けられた。キーリングの観測は、大気中の二酸化炭素レベルの急増に関する重要な証拠を示した。ハーバード大学科学史の教授、ナオミ・オレスケス博士によると、キーリング曲線は20世紀の最も重要な科学的成果の一つである。多くの科学者は、このキーリング曲線が現在の大気中の CO2 の増加に世界の注目を集めた最初のきっかけになったと評価している。1950年代よりも前、大気中の CO2 濃度のデータは様々な場所で特定の目的で採取されていた。1938年、エンジニアでアマチュアの気象学者であるガイ・スチュワート・カレンダーは、大気中の CO2 のデータセット、1898から1901年の9での平均 274ppmv と、1936から1938年の米国東部での平均 310ppmv を比較し、CO2 濃度は人為的な排出によって上昇していると結論付けた。しかし、カレンダーの発見は測定値が限定的な性質のものだったため、科学界に広く受け入れられなかった。カリフォルニア大学サンディエゴ校、スクリップス海洋研究所のチャールズ・デイビッド・キーリングは、1958年3月以降、ハワイのマウナロア山と南極で、大気中の二酸化炭素を定期的に頻繁に測定した最初の人物である。キーリングは、それまでにモントレー近郊のビッグサー、ワシントン州オリンピック半島の熱帯雨林、アリゾナ州の高山林などで測定技術を試してきた。彼は、植物や土壌の呼吸による夜間の CO2 過剰、北半球の自由大気を代表する午後の値など、CO2 の日周的な挙動を観察していた。マウナロア観測所1957年から1958年の国際地球観測年に、キーリングはアメリカ国立気象局から資金を得て、南極点やハワイ島のマウナロア火山などの遠隔地に赤外線ガス分析機を設置した。マウナロアは大陸から遠く離れた場所にあり、植生がないことから長期的なモニタリングサイトとして選ばれた。キーリングと彼の共同研究者は、火口からの局所的な汚染を最小限に抑えるために逆転層の上に入ってくる海風を測定した。データは、局所的な汚染による影響を除くために正規化された。1960年代半ばの資金削減のため、キーリングは南極での継続的な観測の放棄を余儀なくされたが、彼はマウナロア観測所での運用維持のために十分な資金をかき集め、現在まで継続している。1960年のキーリングのテラス誌、掲載論文は、マウナロアと南極での最初の月次 CO2 記録を示し、明確な季節的なサイクル。そしておそらく年々 CO2 が世界的に上昇していることを発見した。1970年代までには大気中の二酸化炭素の増加は継続していて、人為的な排出が原因であることが十分に認識されていた。ハワイのマウナロア観測所の二酸化炭素測定は、世界気象機関の規格で構成された、現在、非分散型赤外線センサーとして知られている一種の赤外線分光高度計で行われている。このタイプの機器は、もともとはカプノグラフィと呼ばれていたが、1864年にジョン・ティンダルによって最初に発明され、記録紙レコーダにペンの痕跡を記録した。現在、スクリップス海洋研究所の赤外線、分光高度計と同時に動作するように、いくつかのレーザー式センサーが追加されているが、マウナロアのアメリカ海洋大気庁の測定では、非分散型赤外線センサーが使用されている。マウナロア観測所での測定により、大気中の平均 CO2 濃度が1958年3月の 313ppmv から2018年11月の 406ppmv まで、毎年に ppmv の安定した増加を示した。この大気中の CO2 は化石燃料の燃焼によるもので、近年加速している。CO2 は温室効果ガスであり、地球温暖化に大きな影響を与える。極地の氷床コアに閉じ込められた古い時代の気泡の平均 CO2 濃度の測定値は、関心予では275から285 ppmv の間であったが、19世紀初頭から急激に上昇し始めた。また、キーリング曲線は、毎年約 5ppmv の周期的な変動を示しており、これは世界の陸地の植生による CO2 取り込み量の季節的な変化に対応している。この植生の大部分は陸地の大部分を占める北半球にある。新しい植物の成長が CO2 を光合成によって大気中から吸収するため、5月の最大値から北半球の春と夏の間に減少する。9月に最小値に達した後、植物や葉が枯れて朽ち果てると CO2 は大気圏に戻り、北半球の秋から冬にかけて再び上昇する。キーリングの発見の重要性もあり、アメリカ海洋大気庁は1970年代に世界の CO2 濃度のモニタリングを開始した。現在、大気中の CO2 濃度は全球温室効果ガスリファレンスネットワークを通じて世界中の約100の地点で観測されている。他の多くの孤立したサイトでの測定では、キーリング曲線が示す長期的な傾向が確認されているが、マウナロアほど長い記録を持つサイトはない。2005年にチャールズ・デイビッド・キーリングが亡くなって以来、プロジェクトの責任と監督は、キーリングの息子である、ラルフ・キーリングに引き継がれた。プロジェクト開始50周年を記念して、若きキーリングは、サイエンス誌に、父の生涯と仕事、そしてプロジェクトがどのように成長し、進化してきたかについての記事を書いた。より精密な測定機材と地球の CO2 レベルのモニタリングプロジェクト用の資金とともに、キーリングは、父の仕事への誇りと、彼の記憶の中で、どのようにそれを続けてきたかを記述している。2015年には、キーリング曲線がアメリカ科学会から国の歴史的科学ランドマークに指定された。マウナロア観測所とカリフォルニア大学サンディエゴ校、スクリップス海洋研究所に記念プレートが設置された。2013年5月9日、マウナロアで測定された大気中の CO2 の1日平均濃度が400。ppmv を超えた。これまでの地質年代の CO2 の推定では、200万年前から400万年前の先進予中期以降、CO2 がこのレベルに達していないことが示唆されている。ありがとうございます。